んじゃないかっていう、そういうことについてどうお考えなのかよろしくお願いいたします。はい、給付付き税額控除のことをまず先に。はい、小島さんお願いいたします。給付付き税額控除に関しては、これ所得によって、給付をしたりしなかったり、税金を取ったということなんですけれども、これはマイナンバーを使うというのはですね、その人の収入をですね、正確に把握するという、そういう必要性があるから、マイナンバーと連動してやらなければいけないという話だと思うんですけど、それはでも現状でも、それはその人の性格を収入を正確に把握しておくというのは、必要なことはできてないという状況があるので、そのマイナンバーがないとできないという話でもないですし、逆に、マイナンバーがあればですね、税の取り方というのは非常に厳密になるとは思うんですけれども、その話と給付付き税額控除の話を連動させるというのはですね、ちょっとなんかマイナンバーを普及させたい政府の意図があるんじゃないかというふうに思うんですけども、我々はそういうふうには考えていませんし、それがなくても現行の制度できると思ってますので、そこを連動させる議論というのはですね、なんかちょっとこう政府のなんか意図を感じるような気がしています。はい、かっていうのが最大の危惧なんです。こっちにとっては我々が提言するのは、マイナンバー制度は使わなくてもできる制度を提言していきたいと思いますので、そこはご安心いただければと思います。そうですね、そこについては会としての見解という形ではまだ議論してないので、会を代表してっていうといけないんですけど、それぞれ、細かい部分で意見が違う当事者がいても構わないと思ってネットワークを形成しておりますので、そこについてもさまざまな意見があるとは思うんですが、どんな方でも入っていただきながら議論を深めていけたらいいと思います。で、私は2つ考えてます。まずですね、マイナンバー監視する速度というかはもう実際に、良くないという思いがあったとしても進んでると思います。なので口座なども作りにくくなったりとか、その金融機関の在り方が AI 化していったりとかいうことは進んでいるし、マイナンバーというのはすでに、例えば、私は子育て世代ですけれども、今度住民税非課税家庭の、高等教育の無償化が始まるんですよね、次の4月からです。あれもマイナンバー制度とも連動している形で、どういった家庭がどういった税の状況にあるかということを把握しながら、その当事ファミリーに対して、こう大学や高校の授業料を減らしていくと、もしくは無償にするということをもうすでに管理としてされているので、これがダメだということを言うよりも現状の制度を利用しながら行くしかないんじゃないかなということがあります。で、2つ目考えていることは、もちろん省庁や政府にも提言をしていくんですけれども、じゃあ 100% 政府完全に信じるんですかと言ったら、この日本の在り方で30年間デフレを放置してロスゼネを放置した今のこの国の在り方を 100% 信用するというよりも、万が一国が破綻しても私たち暮らしていけるよっていうような安心できる場をですね、この当事者のネットワークを作りながら、この人とこの人とこの人で顔が見える形で食料や仕事や水や安心したエネルギーやそういったものを守り合っていこうよという見える形での、セーフティーネットを積極的に作っていこうと思っています。逆にそういったものを今作らないと完全に何か新しいシステムに飲み込まれてしまって、そこで現状のシステムの奴隷という言葉は強いですけれども、中で、暗い顔して生きるしかなくなるんじゃないかという思いがありますので、現状のシステムは利用しながら、ただ 100% は信用せず自分たちで顔が見える信用を作っていきたいと思って、安心を作っていきたいと思って活動しております。ただどんな方でもぜひ入っていただける場ですので、いろんな方に参加していただけたらと思います。はい、あと1個は質問が、あと1個なんだったんですか。
就職氷河期の、 気持ちに寄り添うんじゃなくて政府に利用されるんじゃないかっていう話なんですよね。言ってしまえば政府が社会保障費の増大を抑えるのが最大の目的じゃないかとか、あとそれについては副代表が、すみません、逆説的な言い方になってしまうんですが、政府が支出を出せば社会保障費の増大が抑えられるでしたかね、赤字国債の。もしそれが正しいんであればどんどんすればですね、相対的に経済は上向くと、で税収は上がってプライマリーバランスも勝手に良くなるんじゃないかということなんだろうと思います。なのでやってくれるならどんな小学からでもいいし、どんどんやっていってほしいと、さらにどんどん増やしていってほしいなというのが、これはすみません、私の意見でございます。よろしいでしょうか。他にご質問は、東京新聞の添田と申します。今日はありがとうございます。ネットワークの会員のところでちょっと確認になるんですけども、その会員といわゆる参上会員のこの位置づけの違いというのは、いわゆる会員は普通のより、まさに氷河期世代の当事者の方になって、例えば参上会員はそれ以外の方になると、どういうポイントになるんでしょうか。この活動に関わっていただける方というのを3つに分けますと、ボランティアの方と会員の方と参上会員の方になるんですけれども、ボランティアの方はですね、単発の方ですね、例えばこういう集会をやったときに何かコンテンツをしますとか、そういう形で関わっていただける方。会員というのはですね、我々のこの活動に継続的に関わっていただけるという前提で、いろんな我々もこの集会をやる前にも毎晩議論をしていたんですけども、そういう議論にも関わっていただける方という前提になります。で、参上会員の方は、経済的に我々の活動をサポートしていただける方ということになります。で、とりあえず会員として関わる方については会費はいただかずにですね、入会金だけをいただくと、要するにその経済的な、支援と労力を提供してくださる方の、そういう方を分けようという発想でやってます。なので経済的に支援をしていただける方にはもちろん、その我々がどういう活動をしていくかというのも、逐次お知らせをして、逐次というか定期的にお知らせをしてですね、我々の発想を見守っていただければありがたいかなというふうに思っています。はい、そういう形で、なので参上会員の方はですね、特に金額は設定してないんですけども、お気持ちで、我々の活動を支えていただける、金額をですね、お支払いをいただければ、我々は、その期待に応えてですね、活動していくという形になります。その会員の方は、じゃあその氷河期世代の方でなくても入ることができるということになりますか。はい、この活動でですね、問題意識を氷河期の問題ですね、問題意識を持たれている方、例えば我々よく氷河期世代というと30代後半から40代って言われるんですけども、例えばリーマンショック後の就職、第二就職氷河期ですね、社会に出られた方も似たような状況であると思うんですけども、そういう方々もぜひ参加していただければですね、より幅広い議論ができるんじゃないかなというふうには私も個人的に思っていることなんですけども、そういうふうに思ってますので、年齢は特に問わないということにしています。はい、ありがとうございます。あとロスジェネ食堂のところなんですけど、この食べ物だったり飲み物というのは、例えばどんなものが実際メニューとして出るとかっていうのが分かればどうしてほしいですか。難しい質問ですね。実はまだ決まっていないというのが実際のところです。ただその食材のご提供を今完全無農薬オーガニックの箱舟組合様から提供いただけるということになったので、お野菜などをおいしくいただいて、そこはもう味噌とかも手作りだし、あとお醤油も本当に昔ながらの手法で作っていたりという、とってもおいしいものなんです。で、私もコーヒーなんかも沖縄の山でおじいさんが一人頑張って作っていくような、おじいさんかどうかわからないように言っちゃいましたけど、その手作りのものを今食材をご提供していただいてます。それを大事にするメニューを今から考える予定です。
当日は昼からワイルドピッチさんが開けてくださるので、準備をそこでボランティアと一緒に調理師も一緒にですね、準備をしていきますので、今の段階でまだメニューは決まってないです。逆にもしこれ食べたいみたいなことがあったら、カレー食べたいとかお好み焼き食べたいっていうのがあったら作ろうと思うんですが、まだ決まっていません。あとすみません、就職相談コーナーというのは、さっき就職の、相談の専門の方とかっていう話があったんですけど、具体的には、例えばハローワークとかでそういう相談経験があるとか、でどういう肩書きの方が相談をされるというふうになるんでしょうか。就職相談という会社の労働相談です。労働相談と言った方がいいかもしれないんですけども、労働相談に関しては専門家が社会保険労務士の方がいらっしゃいますので、その方にお話を聞いていただくことができます。はい。その職場で多分その労働相談をされる方っていうのは、いろんな問題を抱えていらっしゃる方が多いと思いますので、次の就職に行くその手前の段階でこういう、なんかこうトラブルがあったということについて、そこをまずクリアにしてから次の職場に行った方がいいのかなというふうに思いますので、そういう形で考えてます。なのでハローワークでこう例えばキャリアコンサルタントの方がなんかこう職業を紹介するとかということではないというふうに考えていただければと思います。私一言、労働スパーカーの方を受けたまわしてもらいます。そこでいろんなところにつなげていければいいなっていうのは個人的に思っておりますので、他に質問ありますか。毎日新聞の秋野と申します。募集